こんにちは。こんにちは。すみません、自己紹介だけまずお願いします。今、大山市城東でスナックココア経営しています竹澤です。よろしくお願いします。元死刑囚です。パンチ効いてますね、死刑囚ね。あれ、刑務所は日本じゃないですもんね。違います。ね。タイの重罪犯専用刑務所、バンクワン刑務所です。で、死刑ってことは死んじゃうじゃないですか。だから休刑死刑ですね。ああ、求刑が。ああ。で、判決は、一審は終身刑です。終身刑。タイではね、ああ、じゃあ、100年って言われてますね。終身刑100年。100年。100年懲役100年。だってね、何歳の時に捕まったんでしたっけ？50歳ですね。50 歳。で、今が何歳？今69で69。で、約20年ぐらい前。す。そうですか。あ、うわ。で、まあ、たまたまね、うん。国王の誕生日なんかにある恩赦ね、ああ、御社。恩赦は6回出て、それで服役14年で釈放ですね。タイの刑務所って御社とかって結構あるんですか？ありますね。お仏教国だからね、ー。お人の国王の誕生日ね、10年に1回とか、王妃の誕生日とか。日本の刑務所って御社とかあんまりないって、全然ないっまあ、て。交通犯ぐらいですね。あ、交通犯はもらえるんですか？政治犯とか多分ね。全然違うんですね、じゃあね。日本でも捕まったことあったんでしたっけ？ありますね。何回も。日本の刑務所とタイの刑務所だったらどっちが楽しいですか？それはタイはね、何でもありだから、金さえあれば。ちなみに何ができるんですか？ギャンブルね、ギャン何ブでもル。あり。麻雀もだったよね。タロット麻雀。麻雀？あと、ムエタイとか、サッカー賭博もあるし。あ、じゃあ、ムエタイも中で囚そ人が仕切ってやるみたいな感じなんですか？う。そう。で、まあトランプもやってるね。日本の株みたいな。ああ、株みたいなやつ。トランプ。めちゃくちゃ楽しそう。あとね、刑務官に賄賂払えば、お酒も入ってくるし。お酒も入るんですか？ありますね、賄賂と。タイの、ビール何でしたっけ？ゾウ。シンハとか、ビアちゃん。シンハ。シンハ、ビアちゃん、ビアちゃん。あと何だっけ？レオでしたっけ？だからウイスキー、みんなやっぱりウイスキーだよね。ジョニー赤、ジョニーグロー。何でも入ってきますよ。へえ、すごい。でも賄賂。薬は？薬も麻薬とか何入でっもてあくる。るんですか？ヘロイン、あ、そんなの？アイス、マリファナ。本当は金しない。で、料理できるしね。ゆるい？料理もできるよね。あ、料理。お金あれば。ね、食材が注文できるから。僕の竹研究澤室。さんは中で料理とかしてたんですか？だから日本食をやってましたよね。あ、日本食？で、外国人頼まれて、洋食も作ってますよ。頼まれてみんな。それでお金取ったりとかしそう。て、それは収入そで。れで小遣い稼ぎして、あと、100円ショップもね、支援者からね、送ってくれ、来てもらった100円ショップの社員も向こうで売るんだよね。それは日本から送ってもらうってこそう。と？あ、そんなことができるんですか？だって日本の刑務所だったら日用品とかって売店で買ったやつしか入んないですよね。で、面会とかも誰でもできるんですか？当時できましたね。家族って書けばね、面会表に家族チェックしないから。あ、そこまで厳しくないんですか、じゃそう。あ。あとはね、向こうの日本人向けのフリーペーパーにね、獄中記8年間連載しましたからね。ダコっていう、ダコ、ダコ、ああ、見たことあり DAC まのす。ダコ。僕、フリーペーパー。トンローとか行った時に、ダコあった。日本人街じゃないですか、トンローとか。そういうとこで出てますもんね。だからそれをまとめたのがこの本ですよね、大体。ダコの連載ね。100回ぐらいやったかな。連載全部で。8年間だから。100回。だから月2回だから、月2回。発行がね。じゃあ8年。あ、そうですね。それの原稿料もあったから。すごいっ原す稿ね。料もあったから、それの原稿料。原稿料も毎月入ってきて。そうです。
あ、じゃあ結構いい生活してたんですね、中ではね。はいはいはい、帰りのね、航空券で出ましたよね。あ、帰りって出た瞬間にオーバーステイみたいな感じになっちゃうじゃないですか。いや、それでもないよね。そのまま入管に行くんですか。そのまま入管、警察に行って、はい、あ、警察も一回行くんですか。はい、そこで調べに行くて、はい、そこから入管を行く。あ、そうなんですね。で、入管に今度は日本大使館を迎えに来るから、はい、そこで航空券で、へえ、飛行機の切符ね。あ、そこで買って、だからお金なければね、あれ、ま、待つんでしたっけ、ね、国、あれ、日本から出してもらえるとかないんですか。お金がない人なんかは出してもらえるまでにね、時間の、あ、そんなかかるんですか。早くても3ヶ月かな長い人だったらね、10ヶ月って言いますよね、待ってる人。10ヶ月お金が届くの3ヶ月外務省から。はいはい、3ヶ月とか、まあ、その10ヶ月の人が何してるんですか、中で。いや、だからお金なければ大変ですよね。ずっと待ってるだけ。そうですね。ご飯ぐらいは出てくるっていう感じ。でも大使館から一切ね、支援ないからね。あ、その入管での支援ってことですか。そう、待ってる間とかね。刑務所にいるときは支援って結構あるんですか。いや、現金とかないですよ、マルチ支援は。あ、全然ないんですか。医薬品もくれないからね。あ、そうなの。最悪だよ、最悪の日本大使館。日本大使館は何もしてくんない。本当に最悪。あ、まあ、年2回面会あるけども。面会来て何話すんですか。持ってくのだから古本とかね。古本、そういうの持ってきてくれますだから金銭的な支援はね、はい、一切ない。もう自己責任みたいな感じなんですか。で、まあ、そのルージによってはね、前は自分でね、出して差し入れってのがあったみたいだけど、はい、自分、私がね、捕まってからは一回もないですね、そういうの。あ、すごいですね。だから最悪のね、はい、タイの日本大使館。そういう他の国の大使館の人とかは全部ありますよ、現金とか。結構面倒見てくれたりはするんですか。月1回メンタルが来てるしね。はいはいはい。日本大使館は年2回だから。年2回で、古くなった本を持ってきて。そう、それぐらいなの。絶対誰かが、大使館の人が読んで、そう、あの、捨てるかどうかっていうようなやつを持ってくるってこと。だからね、具合悪くっても、はい、薬とかの面倒はないしね。だから一人ね、はい、腎臓障害で大使館の支援が遅れてね、はい、亡くなってますよね。あ、そうなんですか。亡くなったの二人知ってますよ。日本人。日本人。へえ、うん。日本大使館の支援がね、受けられなくて。はいはいはい。で、何とか支援通った時には手遅れ。あ、そうなの。うん。その支援してくれっていうのは、こっちから連絡しないとダメってことですか。ダメですね。その刑務所側から連絡してくれる。その場合ね、本当にもう腎臓でね、死ぬかどうかも瀬戸際だったから、はい、で支援やったんだけども、もう手遅れだよね。おー、受けた時には、はいはいはい、手術受けたけども、はい、亡くなってる。タイとかって、でも医療とかは結構日本とあんま変わんないですよね。いいですよ、はい、安いしね、はい、病院とか通うのもそんなになんか、うん、風邪ひいちゃって、前タイ行った時に病院行った時もなんか薬出してもらったけど、なんかあの、うん、その辺で売ってる薬、うん、同じやつ出してくるんですよね。だって薬安いしね。そう、うん、なんか日本でいう、なんていうの、バファリン、はいはいはい、1000円ぐらいするけども、日本だったら、はい、タイだったら100円とかね。そうですよね。200円だから。何でタイレノールでしたっけ。タイレノールとかね。あれなんか病院行ってもその辺の薬局でも、うん、同じもの出してくれますもんね。面白いな。結構でも楽しかったですか。楽しくないよね。でもまあね、自由っていうか、はい、うるさくなかったかな。特に外人に対してはね。ああ、うん、そう、タイ人の囚人に対しては結構うるさいですか。ですよ。あ、やっぱ厳しいんだ。なんか問題あるとみんなの囚人会長の前でボコボコに言われてますよね。あ、もう、あ、そうなの。ボコボコ警棒持ってきて。はいはいはい、うん。外国人にはやんないんですか。外国人でもね、発展途上っていうの。はい。ああ、じゃあ日本とかは一応先進国だから、
何かやった場合に大使館出てくるから。あ、そうですよね。でも日本は多分出てこないね。ああ。やられてもね。でも一応まあ国際問題に発展するんじゃねえかっていう、そういうのもあるから厳しく、まあその辺はあれだったんですね。いやいやいや、すごいですね。じゃあ次はあれを聞かせてください。なんだっけ、あの、なんで入ったかとか後でまた聞かせてください。